ある雪の降る日、小さな白熊がどこからともなく家にやってきました。白熊はいろんなものに興味津々。洗濯のまねっこをしてみたり、洗面台を使ってみたり、ちょっぴりにぎやかでどこか暖かい、そんな白熊のいる生活が始まります。